ヨランダ・ゲール・ディバースはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。1992年バルセロナオリンピックと1996年アトランタオリンピックの100メートルの金メダリストである。ディバースは100メートルと100メートルハードルの選手として若い頃から非常に有望視されていた。ところが1988年ソウルオリンピックに向けてトレーニングしていた頃から変頭痛や 視力の悪化などに悩まされるようになっていた。1988年のソウルオリンピックには100メートルハードルの選手として出場し、準決勝に残った。しかし、彼女の健康状態はますます悪化していった。1990年にバセドウ病と診断され、放射線治療を始めることとなった。驚くべきことに、彼女の健康状態は、 早急に回復し再び練習をすることができるようになり、1991年の世界陸上にも出場し100メートルハードルで銀メダルを獲得した。1992年のバルセロナオリンピックではディバースはスターだった。100メートルの決勝では上位5人が100分の6秒差という僅差の中、写真判定によりジャマイカのジュリエット・カスバートを下し、 金メダルを獲得した。彼女は得意とする100メートルハードルでも、金メダルを期待された。そして決勝では、序盤から順調に飛び出し、2位以下を大きく突き放して、金メダル確実と思われた瞬間、最終10代目のハードルに足を引っ掛けて、前につんのめり、転倒しそうになりながらゴール。この時ギリシャのパラスケビパトリズイカ4人に追い抜かれ5位という、結果に終わった。 1993年、世界陸上では100メートルで、ジャマイカのマリーン・ウォッチとの同タイムのデッドヒートの上、金メダルを獲得。100メートルハードルでも、金メダルを獲得し2冠を達成した。1995年の世界陸上でも、100メートルハードルで優勝し、2連覇を達成した。1996年アトランタオリンピックの100メートルは3年。 前の世界陸上のような展開となった。オッキとディバースは10秒94の同タイムでフィニッシュ。どちらが勝ったか見ただけではわからなかったが、ディバースが先着と判定され、金メダルを獲得。1964年、1968年の大会を制したワイオミアタイアス以来となる女子100メートルの連覇となった。100メートルハードルでも期待されたが、 4位に終わりメダル獲得とはならなかった。しかし400メートルリレーではアメリカチームの一員として金メダルを獲得し、オリンピックで3つ目の金メダルを獲得した。この大会の後、ディバースはハードルに集中していくこととなる。1999年の世界陸上を制したが、2000年、シドニーオリンピックでは準決勝で途中危険により、敗退している。ありがとうございます。